こんな小さなレンズなんですけども、人生最高レベルでいい映像が撮れてしまいました。沼。はい、どうもこんにちは、ジェット大輔です。こんな小さなレンズを買いました。ものすごく小さなレンズなんですけども、これで撮った映像が最高なんでね、まずはその撮れた映像がね、いかにすごいかっていうのを皆さんにもご覧いただきましょう。5分40秒の、ビデオとなっております。シネマティックなビデオウォークです。素晴らしいです。どうぞご堪能ください。話はその後です。5分40秒じっくりとご堪能ください。どうぞ。
はい、ということでご覧いただきました。いかがでしたでしょうか。これこんな小さなレンズでね撮った映像なんですよ。この1本だけですよ。この1本だけで撮った映像なんですね。こちらのレンズがですね、なんというレンズかというと、メイヤーゴルリッツ、プリモプラン 25mm、 ここには 2.5cm と書いてありますけどもね、プリモプラン 25mm の F1.5 というレンズですね。 C マウントレンズ、こっちかな、 C マウントレンズです。 C マウントレンズっていうのは監視カメラとかに使うレンズだったりしますがね、今はね、昔はシネレンズと呼ばれたものがあるんですね。シネレンズ、つまり、シネマですよ、映画ですよ、映画用のレンズ、それがこのねプリモプランというものなんですけどもね、16ミリ映画で使われてたみたいですね、16ミリフィルム、このプリモプランはマイクロフォーサーズで使うのがちょうどいいということでですね、今回カメラに何を使用したかっていうと、むっちゃくちゃ高いシネマカメラとかそういうんじゃないですよ。ごくごく市販されております、まあ一応フラッグシップ機ということになっておりますけども、オリンパス最後のカメラですね、オリンパス最後のフラッグシップカメラか、OMD EM1 Mark III です。そういうカメラを使ってね、撮影しました。こういうねスクリューマウント式です。 C マウントアダプターのスクリューマウント式ですね。なぜこれを買うに至ったかっていうとですね、オールドレンズで有名な沢村哲さんがツイッターでね、ある写真を上げてたんですね。そのマウントアダプターが非常にかっこよかったんですよ。でマウントアダプターかっこいいなっつって、僕ねそのメーカー名とか商品名聞いて、海外で購入しました。海外サイトで購入しました。でそれがねまだ届いてないんですね、実はまだ届いてないんですけども、その間にレンズもいろいろ欲しくなってね、いろいろ見てるとどうもこれがいいと。プリモプランっていうオールドレンズはね、私フルサイズ用で1本また別の 58mm ってやつ持ってますけどもね、それも好きなんでね、じゃあこのプリモプラン買ってみようかということでね試してみたんですね。そしたらもう人生最強レベルのビデオウォーク、シネマティックビデオウォークができてしまったと。こんなに簡単にこんなすごい映像撮れてしまっていいのかなと。正直ですね、16ミリ映画フィルムっていうのはですね、私大学の時はね、大学の授業で使うカメラっていうのがねアリフレックスというカメラでしたけどもね、それはね、16ミリの映画フィルムのカメラですね、そういったものは使っておりましたけども、それがですね16ミリよりもはるかにセンサー面積の大きいマイクロフォーサーズで使うとですね、周辺が味があるんですね。イメージサークルの外側、このフォーマットの外側にもう本当になんかいい味が宿ってくるわけですね。それでいて絞るとキリッとするというね、素晴らしいんですよ。私ね最近ライカのカメラ買いましたけども、まあそれはそれでいいんですけども、こっちの方の魅力にも本当にやられてます。皆さんもね気になったらね、 C マウントのシネレンズぜひね検索してみてください。私もうハマってしまいまして、他にも何本か購入しておりますということでね、機会があればねそちらの方もまたねお見せしたいなと思います。もうどれも素晴らしいんです。それからねこのプリモプランで撮影した写真スチル、まあそういうのもね機会あればお見せしたいなとは思うんですけどもね、何分ねやっぱりねシネレンズなので、今回お見せした通り映画みたいなシネマティックな映像を撮るのがねどうもハマるなぁと思いました。オールドレンズ好きの方はね、どうしてもね、シネレンズを使って写真を撮るっていう方向に行きがちなんですけども、ぜひね、映像を撮ってみてください。素晴らしいですよ。これぞシネマと。シネレンズはこういうところで生きてくるんだなっていうのはね、よーくわかります。はい。
ちょっと興奮してしまいましたけどもね、長く喋りすぎてしまいました、すいません。本当にね、素晴らしいです。はい、プリモプランというレンズでございました。それではまた。No, no.